クナシリ島は北海道知床半島から見てムる海峡の東の対岸に位置する島。ロシア名はクナシル島、英語表記はクナシャである。ロシアによる実効支配が続く北方領土の一つである。ロシアによる統計では2020年の人口は約1万2千人で中心都市はヨジノクリリスク。島の名前の由来はアイヌ語のクンネシ。 または、木梨からであるが、どちらが、本当の由来かははっきりとしていない。日本語名もロシア語名も、国際表記も、このアイヌ語に起源を持つ。国後島の地形図国際宇宙ステーションから見た、歯前群島、四股丹島、国後島、エトルフ島、ウルップ島、ウルルイタケ、トまり山の盆島加口湖底ボイの滝面積は1489.27。 平方キロメートル、長さは123キロメートルに及ぶ細長い島で、沖縄本島より大きく、日本では本土4島を除いて、エトロフ島に次いで2番目の大きさを持つ島である。2006年の島全体の人口6801人。中心集落である古釜布の2006年の人口は6081人。現在、本島は、 ロシア連邦の実行支配下にあり、ロシアの制度上サハリン州南グリル管区に属している。1946年1月26日以来、2020年時点において日本の死政権は及んでいない。本島は日本が返還を要求している。北方領土の4島のうちの一つで、エトロフ島に次2番目に大きく全体の29.6%の面積を占める。 日本の制度上、北海道根室振興局に所属し、国後郡群白村と止め寄る別村が置かれている。北海道の羅臼町とは、島の西で、根室海峡、渋別町とは、南西で、野付水道、エトルフ島とは、北東で、国後水道を隔てている。また、南東には、日本名の街灯がない海峡を隔てて、四股丹島と歯前群島が並行している。 島の北東部には、理由は不明だが、地図上で東西が逆になっている西ビロク湖と東、ビロク湖、中部には、ニキショロ湖、マメヌ沼、南部には、東ニエ湖、イチヒシナイ湖、ケラムイ湖がある。火山が多数そびえる島でもあり、イチヒシナイ湖は摂取80度近い温泉からなり、硫黄の匂いが漂う。また、一部の川からも温泉が流れており、 天然の露天風呂となっている場所が存在する。主な山を北東から並べると、次の通り。ルルイ岳の南、ジージー岳の北西に位置する。ルルイ岳の南東に位置する火山で、アイヌ語では、チャチャヌプリと呼ばれていた歴史があり、本島に住むロシア人は親しみを込めて、チャチャと呼ぶ。晴れた日には、北海道から見える。1812年、1973年、 1974年、1975年、1978年、1981年に噴火しており、北海道からは火山灰、噴煙、爆発音がたびたび観測されている。エビから薄山の東に位置する。1880年に噴火。1848年に噴火。ふもとは火山ガスが出ており、一市,市内ないは、 その影響を受けていると思われる。ハボマイ群島、シコタン島、クナシリ島、エトロフ島の一図。1、シコタン村。2、トまり村。3、トめよる別村。4、リ別村。5、シャナ村。6、しべどり村昭和28年のエトロフ島。クナシリ島。しれとこ半島昭和29年のクナシリ島。ハボマイ群島、根室海峡。5、御用,御用、前水道。 根室半島日本ロシア連邦1600年以前、アイヌ人が居住していたのは確実である。なお、アイヌ人の居住以前にオホーツク系とされている民族が占住していたとされている。茶師が建設されていた。さらに、オホーツク系とされている民族の前には、縄文文化を持った縄文人が戦死時代から居住した。なお、 オホーツク系とされている民族が暮らしていた時代は、考古学上、比較的短期間である。1643年、オランダ東インド会社の地理学者、マルチン・ゲルリッツ・エン・フリースは、ウルップ島に、上陸、十字架を建て、コンパニー・スラントと命名し、領土宣言をした。エトルフ島には、スター・テンライトと名付け、クナシリ島に上陸し、地図を制作。 寛永二十一年、商法を国得ずには、久那しりが島の名称として記録される。津軽一等史によると、商法四年頃に、落コ島の、久那しりを訪れた、正さの和人がいた。また、勢い終戦北海漂着機によると、漢文元年に、伊勢国松坂の七路兵の船が遭難して、ウルップ島に漂着し、そこから、エトルフ島や、クルシリなどを経由して、 江戸に帰ったとされる。江戸時代には、1754年正木藩によって、家臣の治療地として開かれた、国なしり場所に属する。当初、国なしり場所の領域には、エトロフ島やウルップ島も含まれていた。場所受け置い性も参照。商人、ひだやに対して、場所と呼ばれた公易、漁業拠点の運営を行わせていた。ひだやは、アイヌ人を雇用して、経営を行い、 小取引や労働条件に不満を募らせたアイヌ人はついに天命9年5月、国後島パクの運場屋を襲撃した。これは対岸の根室、種別方面にまで広がり、大規模な完成映像の乱に発展した。正木藩は260名の鎮圧部隊を送り込み、首謀者のアイヌ人37名を全員処刑して、放棄は鎮圧された。この結果、 場所受け置い人の変更や、育分小取引や漁場での労働条件のか。安静元年の日露は新条約で、国シリ島の日本領有は国際的に確認された。1760年代後半、ロシア人が国シリ島にたびたび現れるようになり、ロシア人の地図には国シリ島までがロシアの領土であることを示していたが、実行支配に及んでいない。文化8年。 ロシアの海軍軍人、バシー・リー・ゴロブニーンは、ロシア帝国軍に命じられた千島列島測量のため、国ナシリ島に上陸したが、幕府役人長域なさせザエモニア・アイヌたちに捕獲され、箱館に連行された。ゴロごニンは、その後、文化10年9月に箱館へ来航した、ディアナ号艦長、ピョートル・リコルドが、幕府と交渉を行った結果解放され、帰国した。 戦前の国後島博村第二十世界大戦前は、北海道本島からの船が発着した博に、国後島全体を管轄する館長や神社が置かれ、中心集落であった。島の沿岸には、全域にわたり80以上もの漁業集落が、点在しており、産業としては、昆布酒、カニなどの漁獲工が多く、缶詰製造で栄えた。また、畜産、金属や、 医療の採掘も行われていた。古釜布にソ連が混流した国後島占領記念九1945年、日本のポツダム宣言受諾通知後、ソ連軍が日ソ中立条約を破棄して、千島列島に進行を開始し、太平洋戦争の幸福文書調印の前日9月1日にソ連軍が国後島に上陸して占領した。ポツダム宣言第七条に従って、 日本の諸地点は連合国に占領されたが、クナシリ島を含む千島列島は、一般命令第1号によって、ソ連占領地となった。1946年1月29日、GHQ からスキャッピン677が命令され、日本は、クナシリ島を含む千島列島の市政権を停止されると、2月20日、ソ連はこれら地域を自国領土に行政編入した。 なお、スキャッピン -677 は、領有権の移転を命じたものではない。同年3月には、党内の通貨が日本円からソビエト連邦ルーブルに変更された。当初は、ハバルフスク地区の一部とされていたが、1947年1月には、サハリン州が成立した。1946年12月、GHQ とソ連との間で、 日本人全員の引き上げが合意されると1948年までにほぼ全員の日本人が北海道本土に強制送還された。戦後のソ連は日本に近すぎる白を嫌い、ソ連占領後の国なし離島は日米安保条約の下に置かれた日本に対峙する共産圏の最前線となり軍事基地や国境警備隊基地が多く配置された。その後、 日本政府は、サンフランシスコ講和会議でクなしリ島、エトロフ島を含む千島列島の主権を放棄した。一方、主権を放棄かにもかかわらず、ソ連の東海に離脱以降も返還を主張してきた。その後、冷戦や朝鮮戦争の勃発などソビエトとの公的な外交チャンネルが断絶した状態が続き、ようやく1956年の 日ソ平和条約交渉においてこの島を含む北方領土の返還を要求したが、ソビエトの受け入れるところではなく、1956年の日ソ共同宣言による国交回復以降も日本政府の返還要求をソ連が拒否し続けた。1967年からは墓参りを目的とした少人数の日本人訪問が実現するようになったが、占領以降、 墓地の管理は行われていなかったため元住民が望む形の訪問にはならなかったこともある。2回目の1969年に島パクを訪問した母産団の例では200ばかりあった墓石が5つしか残っていなかったとの報告がある。その後はソ連側がビザを要求するようになり長期中断を余儀なくされた。返境地として 労働条件もソ連本土に比べ優遇されていたため、ソ連末期の1989年にも7766人が居住していた。日本政府見解としては、同等のロシアによる占領は60年以上を経た、現在でも継続されている、両国関係の正常化を阻害している、重大問題であり、大西洋憲章の理念、カイロポツダム宣言の条項。 GHQ 訓練スキャッピング百6 7 7号の解釈及び連合国と日本国の間に提約されたサンフランシスコ条約の解釈などに反し、また平和裏に確認された日露は新条約以来の日本固有の領土であった当地域へのロシアによる領土権の主張は不当であるとしている。古釜の中心街にある日本人とロシア人の友好の家二千十年十一月。 クナッシリ島を訪問したメドベージェフ大統領ソ連崩壊後、実効支配を引き継いだロシア連邦が自国領という立場を継承している。東島と日本との関係はロシアになってから深まった。ソ連のミハイル・ゴルバチョフ大統領の来日成果を引き継ぐ形で、1992年からは北方四島交流事業が開始された。ソ連崩壊により、 労働条件の優遇措置が失われ、経済不振に陥った、国後島では1994年に、北海道東方沖地震の被害も発生したため、人口は減少傾向にあった。そこで1998年6月に、日本の現職閣僚として、鈴木宗尾が初めて、国後島を訪問し、さらに港湾整備、ディーゼル発電所建設、橋家の供与、 ロシア人避難所としての日本人とロシア人の友好の家の設置など様々な日本政府の援助は歓迎され、国知里島民の日本への感謝の気持ちは強まっていた。だが、この支援をめぐり鈴木宗男事件が発覚、上記の支援をしていた鈴木宗男や外務官僚が逮捕、失脚した後は大規模な経済援助は断たれた。現在でもビザなし交流は続いているが、 日本政府は多額の資金を要する新規の社会基盤整備はもちろん既存の設備の維持管理費用支給もすべて打ち切った。それと入れ替わるようにロシア連邦政府が近年の目覚ましい経済成長に乗ってこの島にも人口増に向けた手こ入れを始めた。2006年8月に策定された2015年を目標年次とするロシア連邦政府の クリル初島社会経済発展計画では、立ち遅れている交通インフラ整備や地熱発電所設置、観光開発などに重点的な投資がなされる予定で、古がマヌの港を改装し、大型船が横付けできる設備へと増強する計画がある。特に4倍に増える地熱発電による電力余力は日本をはじめ中国、韓国に呼びかけている投資。 開発の圧力になる。現在の国後島の住民は、ほとんど中心集落の古釜布とその周辺に集中して居住しており、それ以外の大半は無人地帯となっている。最北の集落は、近府内であり、止めよる別村の区域に、現在住民は誰もいない。島の60%は、ロシア国立クリリスキー自然保護区に指定されており、 民間人の立ち入りが規制されている。このため、原初的自然がよく保全されており、2005年に知床半島が世界遺産に登録された際には、国際自然保護連合から、国後島と知床半島を合わせ、保全の促進を両国で同意することが可能であれば、広範な世界遺産平和公園として発展させるという提言が行われた。 2010年11月1日、メドベージェフ大統領が、ソビエト時代を含むロシアの国家元首として、初めて法しました。また、同大統領は2012年7月3日にも、法しましたいる。2011年末、既存の地熱発電所更新事業において、アメリカ系の企業、タイガー・マシナリー社の参加企業が建設を受注し、2013年2月時点では、 すでに着工していることが報道された。2015年に稼働し、国知里島の電力需要の全量を賄うことができるとされる。2019年5月11日、北方領土へのビザなし交流訪問団に同行していた当時日本維新の会所属の丸山穂高議員が、国知里島の宿舎で酒に酔い、元島民の団長に戦争で、 北方領土を取り返すというような趣旨の発言をしていたことが報道され、日露関係悪化が懸念されている。古ガマヌの前景大部分の住民は、ロシアのテレビを視聴している。同等には、日本のテレビ放送が受信可能な地域が存在し、NTSC 方式に対応したテレビ受像機で視聴可能であるため、一部の住民が日本のテレビ番組を情報源にしている。 北海道放送では一時北方領土の住民向けに天気予報の画面にロシア語のテロップを入れていた。なお2011年7月を機にアナログ放送が終了して地上波デジタルに切り替わったが以前アナログで受信できたエリアであっても周波数や出力の関係から日本のテレビの受信は困難な状況になると推定される。ラジオ放送については ユジノクリルスク中継局で AM が 972kHz、0.2kW、FM が 69.68MHz、放送時間は日本時間4時から23時までという情報があるが確認はできていない。放送系統はラジオマイ,イックとのこと。固定電話も郵便も基本的にロシア向けの国際通話国際郵便となる。島内は ロシアの携帯電話会社が参入し、使用可能であるが方式は GSM であり、3G では接続できない。エリアは、ユジノクリルスクとゴーロブニーノの周囲とされている。日本の携帯電話は、島内では、ローミング化の大きな接続が可能と推定されるが、確認はされていない。過去に、北海道本土が、直接見える、西北海岸や高台に行けば、 日本の携帯電話を用い、北海道側の基地局を経由する日本の国内通話として、日本本土との通話が可能であったが、小ゾーンの 3G 方式が主流の現在の携帯電話での接続の可否については不明である。戦前は根室から国後島西南の泊村まで定期の船便があったが、戦後は北海道本土から国後島への定期公共交通は、 船便、航空便ともに存在しない。北海道本土から島に直接渡る場合は、ビザなし交流に参加し、チャーター船で、根室港から出発、古釜布に入港する。ビザなし交流の場合であっても、チャーター船が、ロシアが主張する領海に入ると、国際航路を通行する船舶の慣例によって、ロシア国旗をマストに掲げ、また、古釜布に到着後は、 ロシアの税関当局による入域審査を受ける。なお、このチャーター船の利用は、旧島民、その子孫、並びに返還団体から推薦されたものや、報道関係者等に限定され、一般の日本人は自由に利用することができないため、カラフト経由で渡ることとなる。メンデレーエフ空港のターミナル現在の国なし離島のメンデレーエフ空港にアクセスする定期公共交通は、 ロシアが実行支配するカラフトを拠点に運行されている。ユジノサハリンスク空港からは、サハリン航空のプロペラ機が週4便、メンデレーエフ空港へ就航している。しかし、有志海飛行であるため、霧がかかりやすい火器は、欠航になりやすい。滑走路や空港設備が、整備不良のため安全基準を満たしておらず、安全のため運航を見合わせているとの情報もある。 また、コルサコフ港からは、サハリンクリル海運の貨客船、イゴールファルフトディノフ号が、週2便出発している。この船は、月曜日に、コルサコフを出発、火曜日にエトルフ島、水曜日に、シコタン島並びに、クナシリ島に寄港、木曜日に、コルサコフ帰着、金曜日に、コルサコフ発、土曜日にクナシリ島とシコタン島、日曜日に、エトルフ島に寄港。 月曜日にコルサコフに戻るというスケジュールで3月から12月まで運行される。現在、州政府が2隻体制をとっているが1隻はエンジン故障のため復帰の目途は立っていない。今後、輸送力を強化するために2隻の追加配備が検討されている。一般の日本人、外国人がクナシリ島を訪問するにはロシアのビザでまずは行かない。 または新千歳、あるいは成田などからカラフトに渡り、ユジノサハリンスクにて、クナシリ島への通行許可証を取得後、カラフトから空路、または回路でアクセスすることになる。この方法は、クナシリ島におけるロシアの主権に服する行為であるとして、内閣が1989年以降自粛を要請しているが、この自粛要請に法的強制力はない。その一方、 ロシア側では、国後島への旅行に人気がある。知床峠より望む国後島根室市、野札岬より望む国後島ラウス山、野付半島より望む国後島対岸に位置する北海道本島の別海町、標別町、ラウス町からは、国後島白村を間近に見ることができる。ただし、国後島の北岸側には別荘地を除けば集落は一つもなく、 対岸に人からしい影は見ることができない。夜間に、時折、自動車のヘッドライトを見ることができる程度である。逆に、国後島の名称である、材木岩、ロシアでは、ストルブチャティ岬と呼ばれる。ガール、西北海岸からは、知床半島の山岳が巨大に望まれる。戦前に、国後島で教員を務め、後に、ラウス町長になった、村田五市の邸宅が、 クナシ島変換に向けた記念館として開放されている。そこぼいの滝とキグマクなシ島に関するカテゴリー。ありがとうございます。